女性の立場から防災情報を発信していこうと、神戸学院大学の学生たちによって結成された団体、防災女子。今回紹介していただくのは、サバの味噌煮と昆布の炊き込みご飯です。いざという時に簡単に作れて美味しく食べられる災害食をご紹介。食材はお米、水、サバの味噌煮缶、塩昆布の4つ。今回はこのポリ袋でお米を炊いてみます。まずはじめに高密度ポリエチレン袋を用意します。そして次にお米を 150g 入れます。だいたい1合ぐらいです。熱に強い高密度ポリエチレン製の袋はスーパーや100円均一ショップなどでも販売されています。次にサバの味噌煮缶を使用します。半分で大丈夫です。その時にタレも半分一緒に入れてください。次に塩昆布を 10g 一つまみ入れてください。お米 150g に対して水は 180cc、 計量カップがない場合はお米と水1対 1.1 の割合を目分量で入れてください。最後に輪ゴムで留めます。その際に空気をしっかり抜いてください。鍋に湯を入れてお湯が沸いたら、お米入りのポリ袋を鍋に。直接入れると袋が破れる可能性があるので、蒸し台や陶器の皿を入れてその上に袋を乗せてください。大体25分ぐらいお鍋につけておいてください。25分加熱後10分蒸らして、できました。新聞紙で器を作り、袋を切って乗せるだけでお皿の代わりに。サバの味噌煮と昆布を入れるだけで美味しい炊き込みご飯の出来上がりです。どうやった？材料を入れるだけで出来上がるので、味もしっかりついてるので私のおすすめです。まあ、簡単やし、冷めても美味しいっていうのがいいかなと思います。塩昆布はそのまま食べても美味しいですが、お麩や乾燥野菜と一緒に熱湯を注ぐだけでも簡単にお吸い物を作ることができます。